こんにちは、原博です。今日はスマートウォッチではないスマートバンドだ、ソニーウェナ3の感想設定編です。設定を見ていく前に、なぜ3種類のうちラバーを選んだか、そしてウェナ3をおすすめできるか、またそれはなぜかを触れたいと思います。ラバーを選んだ理由、元360が2014年に発売され、早くも約6年が経ち、今となってはペースペは否めないけど、未だにこの機種が一番かっこよくて愛着があります。その後サブ用としてキックウォッチも買い足し、両腕にはめるスタイルになり、さらにそのサブはアップルウォッチに変えました。ウォッチ以外にもスマートリストバンド、ブレスレットも含め、いろいろなタイプを使ってきて、感じることは最近どれもこれも物足りなくなってます。職業柄新しいデバイスを早くから試すことが多く、ここ数年は XR デバイスに移行し、ネクストスマホ時代を意識することが増えました。本命はグラスやレンズの目と見ますが、それに合わせて腕も重要な要素だと思っており、腕に求める理想からすると、今あるスマートウォッチじゃどれも満足しないのですよね。で、このウェナ3ですが、個人的にはスマートウォッチと見てません。どちらかというと仲間分けするならこっちではなくこっちです。また互換となる Android スマホの Wear OS アプリの一覧から見ても、このように通常は時計として認識されますが、このウェナは時計と認識されません。あくまで Bluetooth で接続された外部機器の一つって扱いで、これらと一緒です。なので今どの機種を選んでも満たされないし、この位置づけのモデルにそこまで資金を突っ込みたくはないかなと。また今となってはペースペとなったもと、360につけるのも面白いし、はたまた昔使ってたアナログバッタモンにつけて遊んでみるか。これらの理由からとりあえず一番安いラバーにしました。ウェナ3はおすすめできるか、正直なとこ普通にスマートウォッチを買った方がいいと思います。特にコスト面でラバーやレザーを検討してるなら、アップルウォッチなら2万で手に入るし、アンドロイドも特に今はセール中でいいモデルが多数ありますしね。ただ絶対に買うべきでないというわけではなく、バンドをスマート化できるという技はウェナにしかできないので、先ほどのようにスマートウォッチにウェナを、ブランドウォッチにウェナをと、人とは違った改造を目指す人にはうってつけのスマートバンドだと思います。あえてスマートウォッチとは言わない。他の感想、液晶がチープ、時計としてのディスプレイとバンドとしてのディスプレイでは求められているのが違うにせよ、ディスプレイはすっごくチープです。6年前の機種の液晶と比較しても単体、ヌビアウォッチとまでいかなくてももう少し頑張ってほしい。ヌビアウォッチは近いうちに到着すると思うので、届いたらご紹介します。アプリが荒い。現在アプリのバージョンは 1.00 ですが、セットアップでも落ちまくったり、一通り終わり使っていて、たまたま外出先でアレクサを試そうとしたらアマゾンとの認証が切れてたなんてことが何度もありました。アレクサのボイスコマンドはまだまだ未対応が多く、まあそれは譲れるのですが、バージョン 1.00 を名乗るならセットアップできず落ちたり認証切れたりするのはいただけないかな。充電コネクターは良い。初めてこれに出会った時、ずっしりとくる重量感、デザインとしての高級感以外にこの専用充電台に惚れ込みました。しかし約6年が経ち、スマートウォッチが特別なものからただの日用品になった今、この充電台は自宅ならまだしも出張や旅行では邪魔でしかない。アップルウォッチも同様で邪魔。その点このウェナは USB-C 端子に直行をはめるコネクターなので、普段自宅ではケーブルに差しっぱなしにし、外出時はコネクターだけ持てばいいので、この点はグッド。キュリオロック、うちはスマートロックとしてキュリオを使ってるので、今回ウェナを積極的に選択しました。ディスプレイの表示面がアップルウォッチより大きいので、より簡単に会場施錠ができるので、そこはグッド。また最初にスマートバンドの話をしましたが、通常のスマートウォッチであればスマホに入れてるアプリがウォッチ側にも反映されるわけで、やはりそうはならない。自由にカスタマイズできない仕様を見てもこれはスマートウォッチと呼べないかな。ただあくまで個人的にはキュリオに対応した点はグッド。決済系は人によりけり、スイカ、本来のモバイルスイカが搭載されてるのではなく、あくまで簡易的なモバスイなので、よしあしは人それぞれでしょうかね。定期がないとダメな人とか、僕は14年前からモバスイを使ってて、8年前から現金を使わない生活を送るヘビーキャッシュレッサーからすると、マネフォやフリーに取り込めないこの仕様である限り決してメインにはなれない。というか
数年前からアンチスイカです。 ADID クイックペイ、個人的には ID が使えるようになったのはポイント。ただソニーとしてアプリの使用を一新させるか迷ったらしいけど、未だに Android の場合は iOS 端末お財布リンクを経由したセットアップ方法となるのは最悪ですね。現時点での総評、まだ数日しか経ってないので結論出すには早いかもしれませんが、ウェナ3の満足度は人によりけり、ケースバイケースで評価は大きく変わりそうです。他のスマートウォッチやブランドウォッチに合体させるスマートバンドに対して3万円以上かけるのは中上級者向きですかね。あまり慣れてない方、コストを最小限にしたい方は素直に普通のスマートウォッチを選んだ方が無難かな。では最後にセットアップの流れをお見せします。早回ししてますが、お好みでスキップや倍速再生してください。ではどうぞ。